はい、こんにちは。今日は心理学のお話です。本当に効くストレス解消法です。ということで、年末に差し掛かって仕事とか勉強とかいよいよ大詰めの時期にあるかと思うんですけれども、そうなってくるとやっぱり自分だけじゃなくて周りも焦ってきて、でお互いがお互いのイライラでまたさらにイライラをこう高め合ってしまうみたいなこう時期に差し掛かってきているところもあったりはすると思います。でそんな中、年を明けるにあたってすっきりとした気持ちに持って迎えていくためにも、ストレス解消法っていうのはある程度把握をしておかなくちゃいけないなっていうふうに思うんですけれども、これが結構間違ったストレス解消法に手を出してないかっていうことが今回分かったので、それを今日はご紹介していこうと思います。でよく言われているそのアメリカ心理学会の中で、通称 APA って言われてるんですけれども、の中で言われている間違ったストレス解消法は以下の9つですっていうことで紹介があるんですけど、これね、なるほどな、分かる分かるっていうものがあれば、え、それもあるのっていうのがあって、9つですね、紹介をしていこうと思います。1つ目がギャンブル、うん、これは分かるなと、お金がなくなってさらにストレスイライラみたいなね。で2つ目にタバコ、うん、これも分かるなと、ね、タバコ吸ってで切れたらまたイライラしますよね。それからお酒ですね、このあたりはまあ分かるかなと思うんですよ。ただからが面白くて、4つ目にショッピング、え、物買ったらイライラするの、ストレス溜まるのっていうことなんですよね。それから5つ目にやけ食い、これついついしがちな方いらっしゃるじゃないですかね。それから6つ目テレビゲーム、ゲーム意外とストレス発散にならないみたいですね。それから7つ目ネットサーフィン、8つ目テレビを見る、9つ目映画見るのを僕ね好きなんでね、自分の心がすさんだ時とかにこう好きな映画を見たりとか、今まで見たことない映画とかを見たりするんですけど、どうやらこれ当てはまらないみたいですんで、なんとも言わんともしがたいところなんですよ。でこれらがなんでかっていうところまでは今回ちょっと書いてないので、そこは紹介できないんですけれども、今言ったような9つではなくて、これから紹介していく7つが心理学的に見たときに正しくストレスが解消されていったっていう方法ですっていうことで紹介されてますので、今日はそれを紹介していきます。まず1つ目がエクササイズですね。運動するっていうことがそもそも脳の、軽減を減らしてくれたりっていうのがあったりとか、あるいは短期的にストレスやらげるだけじゃなくて、長期的にストレスに強い脳を作ってくれるっていう効果も出てますので、これはまあ長く続ければ続けるほど、気づけばこれまで誰かに怒鳴られてビビってストレス感じたものが、誰かに怒鳴られてもふんって流せるようなくらいメンタルが強くなっているっていう、そんな長期的な効果っても望めるものになります。それから2つ目に瞑想、これはよく出てきますよね。ストレスホルモンっていうのを減らしてくれて、ネガティブな感情っていうのを感じにくい体を作ってくれますんで、前回の動画カリスマのメンタルを作りましょうっていう動画の中でたった3分でできる瞑想っていうのも紹介をしていますので、それをぜひ試してみていただけたらと思います。それから3つ目に読書で、これに関しては本をそもそも読むのが好きか嫌いかっていう人もいると思いますんで、好きな方にとっては効果があると思ってもらえたらいいと思うんですけど、本を読むと実は知識がつくだけじゃなくて、知識欲っていうその欲望の方が満たされていくので、ストレスっていうものも 68% は削減されるっていうような効果も出てるみたいです。で読む本のジャンルについてはご自身が好きなもの何でも読んでもらっていいんですけど、だいたい1日30分程度の読書をすると効果が非常に高いということですね。好きな方はさらにそれ以上の時間読んでもらっても構わないんですけど、まあ少なくとも30分くらいは本を読んだ方がいいですよっていうような効果が出てます。それから4つ目に音楽ですね。まあ音楽セラピーなんかっていうのもセラピストの間なんかで流行ったりはしてるんですけれども、まあ、特にクラシックでさらにテンポの遅い音楽なんかっていうのを聞くと、心拍数と血圧が下がってストレスホルモンのレベルっていうのも下がっていくと。だからテンポの速い、例えば子犬のワルツとかストロック行進曲とかみたいなものを聞くよりは、テンポでたら月光とかそのあたりを聞く方がいいかなというふうには思いますね。それから5つ目に散歩ですね。エクササイズをするまでのちょっと体力とかスペースがないですわっていうような人だったとしたら、散歩をするのがいいかなと。で特に騒がしい道を歩くっていうのではなくて、どちらかっていうと森林に囲まれた公園とかを行く方がはるかにいいです。自然に囲まれて空気のいいところに行く方が、散歩によるストレス軽減のリラックス効果っていうのはさらに高まっていくっていう結果が出てますんで、ぜひ散歩、さらに緑の中でっていうのを心がけてやってみてください。これはまあ時間は特に書いてないんですけど、まあ、30分とか1時間程度するのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい。
それから6つ目に友人や家族と過ごすっていうことですね。人間関係の大事さっていうのは僕もライフシフトという本を引っ張ってきてよくお話をさせてもらったりしてるんですけれども、特に月に1回レベルで親しい友人とかそれから家族と会うと年にですね、なんとこれすごいですよ、金額見てびっくりしたんですけど567万4500円分の価値があると。どうですよ、年収を月に1回会うだけでボーンとこう跳ね上げてくれるっていうような価値があるそうなんですよね。でさらにストレスレベルもガツンと下がって、で自尊心と安心感っていうのも高くなっていくというようなことなんですね。だから親しい友人とか家族っていうのはできるだけ高い頻度で会うようにした方がいいと思います。はい、そして最後7つ目にマッサージということで、心理的なことなのに体に直接手を加えるのってこれ実はあるらしいんですよね、いいらしいんですよね。臨床実験の方では90分のマッサージを受けると心拍数とかストレスホルモンのレベルが下がっていくと、でついでに怒りの感情を和らげてくれる効果だったりとか、あるいは食べ過ぎとかっていうのも、抑止効果があったりしますんで、マッサージはかなり効果が高いということです。ですんで、今日紹介したですね、本当に効くストレス解消法ということで、この7つをぜひ試していただけたらというふうに思います。逆に冒頭お伝えをした9つの間違ったストレス解消法に手を出してしまうと、さらに皆さんのイライラとか不安とかっていうのがより溜まっていってしまいますんで、そこは注意して避けるようにしてみてください。ということで、本日は以上とさせていただきます。そろそろ週末に差し掛かる頃ですかね、多分この動画を上げる頃にということなんで、良い週末をぜひお過ごしください。ということで本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。